どうよどうよって感じでしょ。私の B どうよって、ね、いやもうさ、なんか SUV になってもやっぱりどっかこうエレガントだよね。うん、あのやっぱりこう自分が運転する車って感じがする、うんうんうん、ラグジュアリーなんだけど、そう、ね、後席に座るより、うん、運転してる方が気持ちがいい。確かに確かに。ですよね。ね、で見て見て、このやっぱりこうウィングっぽいライトも、うん、あ、本当だね。ね、鳥の羽っぽいし、うん、この鳥の羽の中に B のマークっていうね、うんうんうん、なんかそういうところがこう至る所に、ね、そしてキラキラがすごい、ね、キラキラがすごいですよ、このデザイン。これはもうもはや宝飾品だよね。ねえ、ほんとね。で、ベントレーの車はね、必ずどっかにこのベントレーっていうロゴが、うん、ね、ライトとかに入るので、その違いもまた楽しいしね。ね、あともうカーボンがふんだんに使われているし、うん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 、もうなんか一個一個がもうでっかい、うん、本当だ ね素敵な迫力。タイヤはそして迫力の22インチ。ねそうそう、ブレーキローターも、うん、ベントレーって入ってるもんね。入ってる入ってる。私の影で隠れちゃう。ちょっと離れて。ねえ、ね、イギリス国旗マーク。ね。ね、ユニオンジャックもちゃんとあって、ね、で私ここが好きなんだよね。ここがこうクッとこうさ、なんか持ち上がってる感じ。なるほど。私はね、うん、この取っ手のところが二重になっていて、本当だね、このバイカラー、うんうんうん、確かにすごく珍しいよね、バイカラーの、ね、こういうとこまでこだわってるっていうところがすごいな。すごいね。うん、そうなの。なんか給油口ちっちゃく見えない。なんかこの車のサイズの割にはちょっとこにんまりっていう感じ。確かにね。でこんなとこまでカーボンが使われているし、ね、ここまでカーボンでございますね。うん、でここ B ほら、あ、また B がね、B、うん、ここにもう B かどうか分かんないけど B に見える。確かに、ね、最後に B 押しが、ね、あ、ここもさ、こう囲ってあるんだね、ブラックでね。うん、なんか一個一個ちゃんとさ、うう、最後まで処理がされてるっていう感じがする ね。そしてこれ後ろの視界がすごい良かった。うん、うん、やっぱり SUV ってちょっとキュッてさ、うん、後ろがやっぱりよく見えない車多い中、これはもうね、視界はいいよね。うん、あの後席に座ってても、うん、前とかの見通しもいいし、そうだね、うん、いい、明るかったね。明るい明るい。あ、開いた開いた。これ私たち持ち上げられるの？持ち上げられるんじゃない？か弱いけど私たち。ここにあるね。おお、あ、じゃあとダンパーついてるよ。そうだよ。で、そしてでかい。うわ、すごい、見て、この裏まで。本当だ。ちゃんと、でも見えないけどね。何も見えない。すっきり、だいぶ隠されてる。でもちゃんと4リッター V8 ですからね。ね、うん、迫力のほかほかしてます、まだ。でもやっぱり自力で頑張って支えてくれるの助かるよね、うん、助かる助かる、ね、手を汚さず済んで、これでさ、なんか細いさ、こういう支柱だったら結構ショックだよね。重いしね、こうやって支えながら。じゃあラゲッジ開けてみますか、うん、もう楽々。本当だね、もう何にも、もう力いらず、筋肉衰えちゃうね、これこれ寝れるよ。これ、ね、言ったね、今言ったね。寝てもらいますよ。後席倒してもいい。でもこれ斜めだったら寝れそうな気がする、うん、っていうかさ、このボタンで後席倒れるんじゃない、うん、あ、違う、これ車高だ、車高が下がったり上がったり、荷物をね、こう、ね、上げ下げする。確かにちょっと高いもんね。そうだね。でもさ、ここもフラットじゃない？これ多分、後席シート倒してもこれフラットだよね。ね、寝れる、やっぱり。やっぱり寝れる説2000点。なんでそんな寝たいの？ちょっと今眠くなってきた。眠くなってきたから。暖かくなってきた。ね、でほらレールもついててさ、これほらいろいろ荷物によってさ、アレンジできるようになってんだね。はい。はい。じゃあ私向こう側から行こうかな。うん、じゃじゃーん。
これちょっと明るいから見えないんですけど、後ろの席にもあのベントレーのねマークが、このマークが床にライトで照らし出されるんですよ。で足元ウェルカムライトが、でもちょっと高い感じかな座るには、うん、あね、お尻が ね、うん、いやでもこのさレザーシートのこのね、なんていうの、適度な張りと、うん、このツヤ、滑りの良いツヤね、ベントレーもきっといい革を、うん、あのほら、いや最高級の革を使って、しかもね、クラフトマンシップだからもう一つ一つ手作りで、うん、この辺とかももうね、おしゃれだよ、ね、今ほら高級ブランドのさ、うん、革ってその標高の高いところで、あ、ね、放牧して育てられたとかさ、そうなんだ、そしてこれ上開くんだね、開くね、ねえ、これ開かなかったら切ないわあれ、これ、あ、エンジンかけないとダメだよ、うん、後でやってみよう、いやこれは気持ちいいでしょう、ね、これほら見て、この一個の戻り方とかもね、戻り方がもうシューって音もなく戻るね、戻るね、見て、なんか全部が高そうだよね、うん、あのこうできる男の車だよね、これね、確かに、確かに、なんだろう、何がそう思わせるんだろう、こう、うん、仕事ができる男のアタッシュケースとか、とかね、そういうことをちゃんと磨かれた靴とか、あ、そうだね、そういう感じだよね、うん、こういうとこのさ、うん、一個一個のなんかこうデザインが、ね、洒落てるよね、洒落てる、洒落てる、だって別にこのままだけでもいいわけじゃん、そう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 、だけどこういうさステッチを入れてみたり、ね、飾りを入れてみたりっていう、なんかこう立体感がちゃんとね、うん、出てるっていう、ね、だって別にデザインだったらシュッとさせれば手間もかからなくていいし、うん、作りも楽なのにあえて茨の道を歩いて恒例の拳何個分で、あ、それ今私の運転ポジションだからやってみて、あ、1、2、3、4、あ、4つ結構広い方だね、はい、うん、広いね、この間ラブ方がさ、うん、6個だったよね、あ、ごめん、5個かも、5個だね、うん、うんうんうん、広い広い、5個、上も上、ちょっと私は座高高いからその基準、じゃあ使い勝手、そう、20年、使い勝手20年の吉田由美が2、3、あ、3、おー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 、え、これこう、どうやってんの、こっち、そう、そっち、そっち、 こっちだとすると3、1、2、3、4、5、6個だよ、あら、本当だ、だからこうやるかこうやるかで違うじゃん、本当だね、5.5 個ぐらい、うん、ここ2、3、3個いくね、おお、頭上も余裕あります、まあね、うん、そうね、で、これが開けばもっといくよ、そうだよ、ね、ちょっと開けてみますか、うん、しょうがないな、ね、子供ちゃんがもうわがまま言うからおー、あれ、なんか上が開いちゃってるよ、これはこっちも、こっちが開いてない、あ、そっちもだから違うんじゃない、シェードと、あ、開いた開いた、あ、ごめん、わ、先にそっちだったね、そっち開けちゃったね、オープン、おー、いや、ちゃんと開くってすごいね、それなのにあのこの走りの剛性感、ねえ、ね、すごい、ここが一番後ろだね、うんうんうん、うわー、でも気持ちいいじゃない、そうですか、ねえ、あ、でもちゃんとさ、これ UV カットもされてるね、されてるされてる、うん、うん、席、ここにですね、さっきマッサージのボタンがあって、うっかり押しちゃったんだね、うっかり押したら気持ちいいの、なんの気持ちいい、私も今日このままマッサージ行こうと思ってるのまた呼び水になっちゃった、で、しかも見て見て、フラットなの、ねえ、ここがもうしっかりフラットで幅広いから、ね、ちょっと高さはあるけど乗り降りはしやすい、そう、優雅に乗り降りができる、これほらヒールの靴とかでも、そうだね、またぐ時にちょっと嫌じゃない、うん、それがフラットだから、うん、足をこう揃えたまま降りられる、ね、そうだね、あら、さすがよ、ね、見て鍵も、ね、素敵な鍵、分厚いのほら、厚みすごい、ね、このメッシュとかなんかベントレーっぽい、いやー、これチラ見えしたらいいね、重さがしっかり、おーってそこまでじゃないやると思った、いやでもね、いい重み、ねね、いや一個一個が全部でも、うん、すごいけど、これほら
こう共通じゃない？そうだね。やっぱり共通点を感じる。あとさ、これさ、指がこうちゃんと引っかかるから落としにくいかも。うん、あ、そうだね。なんかつるって結構滑っちゃう鍵多いじゃない？うん、あるある。こういう気遣いが ねやっぱり。ここだって滑り止めでしょ？そうだよね、ここ。ね、それがやっぱベントレーだね。そう、デザイン性もあり、多分そういった効果も機能性もね、ちゃんと考えられてるね。だってこのさ、キルティング使いもさ、ね、こう柄でもあるけど、収納がね、たっぷりある。そう、あと滑り止めっていう効果もあるじゃない、ね、そう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 、もう全部がこうリングっぽい、ね、感じで統一されてるし、ね、でこういうとこだけアナログっていうね、そう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 、なかなかそのバランスがいいですね。で何でも一個一個の厚みがあるあの普通のやつの、まあ、1.5 倍から2倍投射比見てここ投射比投射比確かに分厚い投射比投射比まあこれから全て当然吉田由美比較こういうとこも ね分厚いわ。そう、確かに。でちゃんとここにベントレーが映ってるの、うん、あ、本当だね、うん、でどこのドア開いてるとかね、上が開いてますよって分かるようになってるし、確かに確かに、そうなの、いや、いいレバーが ACC のレバーが、うん、これフォルクスワーゲングループ、うん、結構これ長く使っていて、ね、ポルシェとかね、割と高級車でも、私たちあんまりレバー好きじゃないからね。そう。でそしたらこの間フォルクスワーゲンの T クロスはここになってた、うん、おお、なってた。なってたの。やっぱそこにスイッチしていくんだね。そう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 。だからドライバーズカーだっていうのを意識してこっちにしてたっていうふうに言ってたけ ど、ここだけがちょっとね遅れてるんじゃないかなと思うんだな、うん、フォルクスワーゲングループとしてね。そう、ただでも順次移行してるし。なるほどね。ガサ、うん、色はそのね、ブラックで統一してるけど、うん、でもどっか華やかっていうのがやっぱさすがだよね。このカーボンだけど、カーボンにちゃんとクリアのガラスが、ね、そうだね、ね、うん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 、だからむき出しカーボンじゃないのよ。確かに確かに。だからそういうとことこが高そうに見えんじゃないかな。また高そうっていうキーワードは高そう高そうじゃない、高いの。ごめんごめん、そうだった、高いの、高いのね、うん、そうそうそう、2000万の車だからね、